どうも、リビングルームファーストモールのとしゆきとちゆです。はい、今日はですね、渋谷に、そう、渋谷にお香を買いに行ってまいりました。はい、まあお香だけを買うつもりだったんですけど、まあ、せっかく渋谷行ってきたので、僕が学生時代からお世話になってるお店が原宿にありまして、ちょっとそこに1年近く行ってなかったのでね、そう、結婚の報告もしてなかったので、うん、改めて行かせてもらって、うん、ちょっと結婚報告しようってことで行ってきたので、うん、まあ、その話とかをねできればと思って動画回してます。だから、まあ、いわゆる購入品紹介、うん、そうっていうのかな、はい、になるんですけど、そんなに購入はしてはないんですが、一つ一つちょっとね、うん、なんか思い入れがあるので、そんな話をしていけたらと思っています。はい、じゃあ、今日、まあ、早速今日買ってきたものを紹介できたらなと思います。で、一つはお香で、じゃじゃ、一つはお洋服を購入してきました。はい、じゃあ先にお香から紹介しようか、うん、はい、でお香の匂いレビューに関してはまた別途動画出すので見てみてください。はい、で、これまず、よいしょ、見えますか、こんな感じの可愛いやつなんですけど、エイトっていう雑貨屋さんが出してる CBD 入りのお香になります。これは、購入した一部のお金が女性に向けた何か活動だったりとかの寄付に充てられるような、そういうブランドさんになってます。で、なんでこのブランドを知ったかというとね、私たちの大好きな、私たちの大好きな YouTuber さんで、タロット YouTuber さんのマリアオラクルさんのね、マリアさん、マリア先生と私は呼んでるんですが、マリア先生のブランドでして、ま、マリア先生と妹の朝日さんが一緒にやってらっしゃるやつです。で、このデザインとかは朝日さんがやってらっしゃるんですよ。すごくない？で、ネットで買うとね、これあのカードがついてくるんですよ。エンジェルナンバー入りの。うん。でも今回なぜネットではなく売ってっていうのを説明したいんですが、初めてあのこの前ポップアップをされた宮下パークのところで常設で置くことが決まったそうで、で、匂いが嗅げるじゃないですか。匂い嗅いでからやっぱ買いたかったのがあって、実店舗に行って買ってきたっていう、そう、そんな経緯でございました。全部で6種類ぐらいあったのかな。そうだ、もうちょっとあるかな、ちょっとあるか、確か新商品もあった気がするから、はい、確かね。で、まあまあまあ、匂いについては本当私たちが今まで持ってなかったような匂いっていうのを選んで見てます。で、これ一つ一つに意味も込められてたりねするので、それも気になる方はぜひエイトっていうブランドさん、あの概要欄に載せておきますのでチェックしてみてください。はい、下辺に一応書いてるんですけど、あ、なんか裏に書いてある、あ、本当だ、ここに書いてあるよ、購入価格、あ、本当だ、購入価格の 8% が世界の女性を支援する団体へ寄付されます。それだ、ありがとうございます。それや、一応今回買ったのはラビットホールっていう匂いと、ハーベストムーン、ハーベストムーン、はい、ハーベストムーンです。どんな匂いかなっていうと、そう、ハーベストムーンは、うん、なんだろうこれ、ちょっとお香っていうよりかは芳香剤よりな香りで、少し石鹸のような爽やかなのもありつつ、甘さもありつつ、甘さあるの私好きなんでって感じかな。外しちゃったよ、ラビットホールは。あれ、でもこれさ、すげえエンドレスサマーに似てる気がする。うん、違うよ、違う、うん、これはちょっと水っぽいような、でも甘いような匂い、水っぽいっていうのは、それみずみずしい香り、だから多分香水みたいな感じの、うん、系統としては
香水お香。お香水お香です。香水お香って言えばいいんじゃない？お香水お香です。はい、そんな感じかな。うん。大体漢字はまた別途レビューの動画を上げようと思うので、それはちょっとね、もし気になる方はチェックしてもらえたらと思います。思います。はい、お香はそんな感じ。まあ今ね、それで宮下パーク行ってきたんですね。そう、そうで、まあその宮下パーク行ってきて、次が買ってきたお洋服でんでんでんです。で、これどこで購入したかっていうと、スルク、スルクっていうお店ですね。原宿に2店舗、そう、2店舗構えるお店で、うん、お洋服メインのお店ですね。で、スリート系のまあお洋服が多いところで、初めてね、デート行ったとこなんですよ。ああ、そうだね。初めて連れて行かれた時は、なんか柄の悪いお店だなと思って、怖いなって思ったんですけど、うん、もう話してみるとみんないい人、うん、本当に。そう、まあ、日本人らしいストリートスタイルの提案と90年代のこのスレッドアイテム、うん、でも幅広い品揃え意識し、自分のセンスを信じ選ぶ楽しみは上手で、そんなお店目指してますか、うん、いうような。そうだね、本当に90年代のその雰囲気をベースに、そのストリートカルチャー、そうだね、ヒップホップカルチャーだったりとか、うん、そういったところをなんかこう根底に置いたお店、うん、というか、はい、そういうお店ですね。ですね。で、有名なブランドも取り扱ってるんですけど、うん、そのストリートブランドで、うん、ビリオネアボーイズクラブ、BBC、ハレル・ウィリアムズっていう、次のシーズンからかな、ルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターに就任したハレル・ウィリアムズが率いるビリオネアボーイズクラブっていうブランドだったりとか、あとその姉妹ブランドみたいな、あのアイスクリームっていうブランドだったり、うん、であとは何だろう、あのそれこそポロラルフローレンとか、うん、そういうめちゃめちゃ王道ブランドやってたりとか、うん、逆にもう全然知らないようなね、なんかグライミーっていうブランドだったりとか、うん、グライミーめっちゃ可愛いんですよ。そう、一時期僕もハマってたんですけど、そうそうっていうような、なんかそんな幅広いセレクトをしてるお店です、うん、え、グライミーといえば、そうグライミー初めてのとしゆきからのプレゼント。あれ、そうなんだ。え、そうだよ、そうだよ。じゃあいいよ、ってこうやって。これ。これ。あ、これもグライミーだね。スルクで買った。そう。ここにグライミーって書いてあるんですけど、ここもか。グライミーって書いてあるんですけど、これ、としゆきからの、まだ付き合う前の、来ますかみたいな感じだった、うん、もういらないっていう感じじゃなかったな、似合うと思うんでみたいなこと言われて、うん、キュンみたいなでもらって、いまだに撮ってある、うん、初デートじゃないわ、2回目のデートぐらいの鎌倉デートかなんかでね、来てったんだよ、ちゃんと。あ、そうじゃないんだよ、ぐらいにそんな思い出がある。そうで、冒頭にもちょろっと説明したんですけど、僕が本当大学生の時、二十歳ぐらいの時に初めて、うんうん、元カノと行ったお店で、ね、で本当にもうそこからずっと、まあ、ひどい時だと月1で通ってます、ね、バイトしてお金貯まったら買い物しに行って、うんうんうん、またバイト頑張ってみたいな、うん、そんなね感じで、うん、はい、でもかれこれ7年近く、うん、そう通ってるお店なんですけど、最近はね、もう僕の弟の方がしっかりとお金を落としてますので、なんで、そうで、まあ、あの今日久しぶりに行ってきて、うん、ちょっとそれをね、お見せできたらなと思います、はい、このスルクっていうお店、なんといってもやっぱりスタッフの方たちのキャラが立ってて、すごくそこがやっぱ魅力のお店というか、うん、一人一人スタイルをお持ちというかね、うん、すごい尊敬できる方々ばっかりなんですけど、うん、ファッションの業界においてね、知識もすごく深いなって思うし、だからなんかストリートのお店なんですけど、なんかただ単にストリートの人
知識だったりとか洋服着てるだけじゃなくて幅広いよね。そう、なんか他のところにも関心がアンテナ張ってストリート以外の話題であっても全然なんかこう、的確に返してくれるというか、うん、そういったところがなんかすごいやっぱプロだなって思うようなお店ですね、うん、ですね、はい、でまああとは特にあの J さんっていうスタッフの方、うん、まあ他の方とかもねお世話になってるんですけど、特に J さんっていう方がすごい押し売りの名人です、ね、何かに本当に上手、そう、何かにこじつけて洋服を買わせようとするっていう、そうそうそう、はい、でも買っちゃうんだよね。そう、でもすごく嫌味なく押し付けてきてくれるので、うん、お会いするとすごく元気になれるし、うん、なんか楽しかったなって言って、帰れるようなお店なので、そうそうそう、なんかもし気になる方いらっしゃったらぜひ行ってもらえたらなと思います、ね、こんな感じだよ。そうそうそう、いつも行ったらこうやって、うん、こうやって、こうこうだよね、こうこう、え、違うよ、こう、じゃあ、こうしてこう、違うよ、こうしてこうだよ、あれそうだっけ、うん、まあ、それは違うです、はい、っていう感じです。で、3つ買ったんですよね。そう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 、で、どれも同じブランドを購入しました。はい、それも大好きなブランドですね。グライミーと並ぶぐらい私が好きな。あ、そうなの？そうだよ、うん、え、それも見せる？好きだよ。あ、わかった、もういい。よいしょ。この前のルックブックの時にも着てた。着てた。ステープルっていうブランドです。を3つ、うん、3つ購入してきました。買いました。はい、てか元々持ってたやつ、うん、これは年行きから私が奪いました。でこれは初デートの時に、うん、年行きが買ったの。ああそうだね、確かに。そう、そのスルクでね。そう、スルクで買って、でもそれを見て、うん、ユーチューが欲しかったのにって思ってて、うん、で付き合った後に徐々に勝手に借りてった。こんな感じのやつです。ステープルって書いてある。ちょっとねプリントがはげてきてるのもポイント。いい感じでね。そうそうそう、着込んでる感じが、うん、私は好きです。このタンク、これでステープルを知って好きになったのよ。で今日買ったのはこれ、まず T シャツ、バットマン。そう、なんか去年の9月にバットマンコラボ、ステープルがやったみたいで、うん、その時の T シャツですね。これ XL。 そう、 XL で購入しました。最近の年行きにしては珍しく、そう XL だね、うん、やっぱ最近 T シャツといえばロック T ばっかり着てるんですけど、なんだろう、やっぱジャスとか、ちょい大きめぐらいが、なんか僕の中ではかっこいいなって思ってるんですけど、まあデザインとかものにもよるんだけどね。だからなんか最初はちょっとジャストめで買おうかなと思ったんですけど、意外にね、ちょっと大きめで、まあインパクトのある T シャツなんで、大きめで、なんかちょっとタックインしてたるませてきても可愛いかなと思って、そうそうそう、XL にしてみました。これをスラックスにインさせるとかっこいいってジェンさんがおっしゃってて、確かにと思って、その着方あり、うん、でね、そう、さっきも少しお話出てきたジェンさんっていう方、うん、で、なんかちょうど今日着られてて、そう、お揃いにしようよっていう押し売り、今日はっていう感じで、はい、1つ目がこれですね。ね、で2つ目、3つ目はセットアップ でこれなんかステープルに珍しい色味、ボタニカルな、うん、ちょっとリゾート的な感じのデザインで、テロンテロンのこの感じが可愛いのと、一応ちゃんとここ見えるかな、これ見えてるか、ここにステープルって入ってるのと、お花可愛いでしょ、とステープルのうん、これ刺繍で入ってます。これ可愛いんだよね。でそれの
半ズボン、ショーツ、ショーツ、まあ、これがセットアップで使えるよっていうやつです。これは、うん、もう私の一目惚れ、ズバン。結構作りが混んでて、ここウエストと本体も違うんだよね、ショーツは、ね、そうだよね、そう、ウエストがちょっとなんかちょっとスウェットっぽいような、スウェットっぽい、うん、生地に切り替えられてて、なんかその辺も芸が細かいなって思いますね、うん、ここ違うだけでちょっと高級感があるというか、うん、これ T シャツも一応あったんですけど、うん、やっぱセットアップで合わせるなら同じ生地がいいなっていう、このテロンテロン生地がいいなっていうのと、前を開けて着られるっていうのもちょっとポイントで、私はシャツ、うん、オフからシャツっていう、うん、そうだね、にしました。ブランドの説明ちょっとしてなかったんですけど、うん、1997年に、同い年じゃん。そう、同い年なんですよ、ステイプルと、うんうん、でデザイナーストリートブランドらしい、ステイプル、うん、でまあ、うん、デザイナーがジェフ・ステイプルっていう人で、うんうん、まあ一応なんかニューヨークを拠点にグラフィックデザイナーとしても名を馳せた人で、あとは、なんか人気セレクトショップのリードスペースのトップとして活躍されてる方、分からないけど、ちょっと僕も分かんないその辺は、方ですね。なんかあの坊主のなんかちょっと日系人っぽい感じの見た目の、あ、そうなんだ、そう、アメリカ人の人なんだよね、ステイプルさんは。で、やっぱりそのステープルっていうと、やっぱこのピジョン、ステープルピジョンって言って、この鳩のマーク、さん、そう、がやっぱり一番トレードマーク。そうそうそう。これもちゃんとステープルピジョンいるんだよ。見えますか？一応ここ映ってるといいんですけど、ステープルピジョンとバットマンが刺繍されてます。これもステープルピジョン。一応そのステープルデザインっていうデザインチームを運営してるみたいな、うん、ジョフ・ステープルは、うん、まあ、それの主催らしいんですけど、ナイキだったりとかリーバイスとか、うん、ストリートと密接な関係にある大手ブランドのデザインだったりとか、ルイ・ヴィトンだったりマイクロソフト、あとソニーとかもとの仕事も手掛けてるらしい。へー、すごいね、うん、俺もそこまではちょっと知らなかったけど、でももうなんか性的にはうん、スルク行くんだったらステープルって感じ、うん、ステープルかグライミー見るって感じ。セットアップは種類がいくつかあったんだけど、どの種類もなんか新しい感じでね、うん、なんか可愛かったんで、これも要チェックしてみてください、うん、スルク の, あのとこからも飛べるし、ね、あ、そうだね、うん、どうだまだショーツの方はまだギリあるのかな、うん、ショーツはなんか裏から出てきてたから、うん、あったよ、一応全部まだ残りわずかだけど、ね、あ、うん、ちなみにこれショーツ S サイズで私サイズにしてて、うん、トップスがもう M しか残ってないってことで M にしてます。まあジェイさん曰く大きく着るのがいいんだよって言ってたから、うん、まあそれで買ったけど、まあ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 いいんじゃないかな、うん、バットマンコラボも買える、うん、うんうんうん、オンラインからでも買える、スルクのオンラインから、じゃあぜひ皆さん見てみてください。これも概要欄に、うん、ね、載せておきましょう。そうだね、うん、てな感じで今日はお買い物たくさんというか、うん、まあね、久しぶりにお洋服を MSU 以外で、そうだね、うん、変えて、まあ、楽しかったなっていうのと、うん、でお香も変えましたし、うん、新しく、まあ、自分たちをまとうね、うん、匂いだったり服だったりっていうファッションを手に入れられて、私は満足でございます。うん、うん、でまたこれコーディネート動画とかで、うん、着てる感じとかね、うん、お伝えできたらいいかなって思うんで、はい、乞うご期待です。はい、じゃあ今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。リビングルームファースモールのとしゆきとちえでした。ありがとうございました。